町は劇場プレゼンツ。町を使った秘密の遊び。今日の演劇。いつもの町で自分の部屋で当たり前の毎日を劇場にしよう。町を使った秘密の遊び。今日の演劇はラジオと町を舞台にあなたの日常をふわっと自由にする秘密の遊びを仕掛けるアートプロジェクト。誰もが役者で誰もが観客。今日はどんな舞台の幕が上がるのか。あなたももう一つの日常に遊びに行ってみませんか。時刻は9時21分です。町場劇場プレゼンツ、町を使った秘密の遊び、今日の演劇のコーナーです。はい、ラジオで読み上げられるとある行動の指示書を聞いてみんなで一緒に町を使った秘密の遊びをやってみようというプロジェクトです。はい、今日は今日の演劇プロジェクトチームの猪木康弘さんにスタジオにお越しいただいてます。猪木さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はクリスマスイブですよ、猪木さん。うん、はい、そうですね。はい、でそしてクリスマスイブということで、はい、昨年もお届けした特別な企画があるんですよね。はい、クリスマスイブということで去年放送した戯曲サンタクロースからの手紙代読を再放送します。はい、はい、読み手はスパック静岡県舞台芸術センターの俳優小永谷勝彦さんです。はい、それでは早速お聞きいただきましょう。サンタクロースからの手紙代読。クリスマスの朝です。あなたのところにはサンタクロースは来ましたか。欲しかったものが届いたという人もいれば、サンタなんてもう何十年も来てないよという人もいるかもしれません。私ですか？私にはサンタが来たことはありません。なぜって？私がサンタクロースだからです。今ラジオでこれを読んでいる人は違いますよ。サンタ本人の代わりに手紙を読み上げてもらっているんです。それはともかく、サンタがクリスマスにプレゼントをもらうことはありません。自分がプレゼントをもらいたいなんて、これっぽっちも思ったことないんですよ。まあほんの一瞬ちらっと思ったことはあるかもしれないけど、でも本当にいいんです。なんでかっていうと、プレゼントの醍醐味は、醍醐味っていうのは一番楽しい部分という意味なんですが、それは何と言ってもあげることだからです。今はもらうのが楽しみな人もいつかきっとわかるはずです。だから今日は今すぐできる最高のプレゼントのあげ方を皆さんに教えます。最高のプレゼントその1、自分が持っているものをあげる。まずは何をあげるかです。新しく用意してもいいんですが、自分が今持っているものの中で相手にあげられるものを探してみてください。例えば自分の人生を変えた本、外国で見つけた綺麗なポストカード、お気に入りのコーヒー豆のストック。いらないものをあげるのはダメですよ。自分が本当に好きなものとか大切なものをあげるのがいいんです。最高のプレゼントその2、知らない人にあげる。みんなプレゼントって好きな人とか仲のいい人にあげるものだと思ってるでしょ。でもね、実は一番ワクワクするのはよく知らない人にあげることなんです。例えば道路工事の現場のおじさんにお花を贈る。おでん屋さんで後から来たお客さんのために自分の好きなおでんの具を頼んでおく。もらう人にとって嬉しいびっくりを計画しましょう。あげるときはメリークリスマスって言うといいですよ。最高のプレゼントその3、リボンをかける。最近は箱とか包み紙を使うのは地球に優しくないからやめましょうってよく言いますよね。それもいいとは思いますが、綺麗なリボンをかけた箱ってそれだけでワクワクするでしょ。せめてリボンでもかけてもらえるとプレゼントだって、ああ自分はプレゼントなんだってプレゼントらしい気持ちになれるんです。リボンがないならリボンの絵を描いてもいいですよ。たとえ飴ちゃん1個でも、
包み紙にリボンの絵を描いて渡してみてください。きっと相手は笑顔になってくれると思います。いかがでしたか？今ならまだ間に合います。最高のプレゼントその1、その2、その3をヒントに、あなたもサンタになってみてくださいね。以上、サンタクロースからの手紙を代読させていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。サンタクロースからの手紙過去代読というのを放送し、再放送させていただきましたけども、はい、いやクリスマスって感じの、でプレゼントをこうあげる楽しさを感じてみようよっていうのがやっぱ僕も結構印象に残っていて、はい、まあサンタさんが普段こうプレゼントをサンタさんからもらってるけど、そのあげる側のサンタさんも本当はすごく楽しんでるんだよっていうことが伝わるような内容でしたよね、うんうん、はい、そうですね、うん、もう何気ない、なんだろう、喜ぶことを何か誰かにしてあげたいなという気持ちになりました、ね、うん、この知らない人にこうプレゼントをあげてみるっていうのが結構チャレンジな、ね、そうですね、ね、ところあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そこ乗り越えてあげてみたいなと思いますけどね、はいはい、そうですね、うん、はい、今回はサンタクロースから静岡でラジオを聞いている皆さんへのメッセージをお届けしましたが、はい、まあ、最高のプレゼント例えばその2については、うん、郵便屋さんや宅配便のドライバーさん、コンビニやスーパーの店員さんなど、うん、いつも顔を合わせているけれど実はよく知らないという人に渡すのも良さそうですよね。なるほどね。で、3つのうちできるものでいいので子供たちだけではなく大人の皆さんもぜひやってくださいというわけで、はい、うん、メリークリスマス。え、何何、びっくりした。え、ありがとうございます。え、ね、ゆぬきさんからプレゼントをいただきました。何が起こったかと思って、キャラクターがくっついてる、これなんだろう。すごい。お菓子。はい、お菓子。びっくりした。ゆぬきさん、はい、普段落ち着いてるから、なんかすごい油断してたら、ね、突然お菓子を取り出して、はい、ボタンを押すとベルを鳴らす。メリークリスマス。確かに陽介さんこうやって反応してくれるとめちゃめちゃ嬉しいですね、うん、そうですよね、うん、なんか今この戯曲の気持ちが分かりました、はい、うんうん、ちょっとぜひ皆さんもあの小さいものとかでもいいですしね、はい、でなんかクリスマスにまつわるものだと結構僕今めちゃ嬉しいですよかった、はい、はい、きっとね今リスナーの皆さんもね誰かにプレゼントを送りたくなったんじゃないかなと思うので、うん、今日と明日の2日間誰かに素敵なプレゼントを渡してみて、はい、はい、ありがとうございます、はい、これ何が起こってるか分かんないよね、聞いてても。すごい、はい、いやでもちょっとねぜひねこうやってみたよというのも、はい、ぜひツイートとかで、うん、ハッシュタグ秘密の遊びをつけてツイートしていただきたいですよね、ゆのきさん、はい、うん、ぜひお願いします。はい、そして、秘密の遊びの後半のお題っていうのもあるんですよね、うん、はい、練習帳か、そうですね、うん、練習帳のお題、明日はラジオを聞きながらほにゃららっていうこのほにゃららの部分を回答していただきます、うんうん、これはもうあのツイッターとかそういう部分でみんなに募集してるんですもんね。はい、あの始まっておりますので、はいはい、ぜひこちらも SNS をチェックしてみてください。はい、ご参加ください。そして来週はこのコーナーが最終回となるんですが、どんな内容になるんですか、猪木さん。はい、来年ですね、来年3月の3月3日から12日の10日間開催される秘密の遊びのイベントについてお話しさせていただきます。はい、来週はイベントについてお話ししていただくということで、街を使った秘密の遊び、今日の演劇、このお時間はプロジェクトメンバーの柚木康弘さんにお話を伺いました。柚木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。